ブザンソン国際音楽祭はフランスのブザンソンで行われるクラシック音楽の音楽祭である。1948年に第1回音楽祭が開催された。特に1951年に創設されたブザンソン国際コンクールで有名である。革命広場ブザンソン文化会館ブザンソン劇場、毎年9月中旬に2週間かけて開催される。プログラムはオーケストラや 室内楽のコンサートが中心で、これまでにアンドレ・クルイタンス、カール・シュー・リヒト、ビルヘルム・フルト・ベングラー、イーゴリ・マルケビチ、ラファエル・クーベリック、ジョルジュ・プレートル、ロリン・マゼール、シャルル・デュトワラーが登場した。ラシェーズ・デュー音楽祭及びサンドニ音楽祭と並ぶ、フランスの主要な公共音楽祭の一つである。当初はブザンソン市内のみ、ブザンソン劇場で開催されていたが、 やがて、フランシュコンテ地域圏の各地の城や教会でも開催されるようになった。創設以来1992年までは毎年行われていたが、その翌年からは各年開催となった。式部門と作曲部門があり、日本ではそれぞれ独立して、ブザンソン国際指揮者コンクール、ブザンソン国際作曲コンクールなどと表記されることが多い。式部門である。 富山村国際若手指揮者コンクールは数ある指揮者コンクールの中でも長い伝統を誇り国際的にも名高い指揮者コンクールの一つである小沢誠治をはじめとして日本人指揮者がたびたび優勝している過去の優勝者編集出展指揮部門ほど日本での注目度は高くはないものの1998年に日本人作曲家江村哲司が優勝している 優勝作品を式部門の課題曲にするエリザベート国際コンクールと同一のシステムだったが作曲部門は無期限休会中2004年からは毎回専属作曲家が招かれコンサートやワークショップシンポジウムを開いている2008年から2015年までアソシエートアーティスト枠を設けていたありがとうございます